はい、こんにちは。今回は、7月あなたに届いているメッセージということでリーディングしていきたいと思います。もう7月もね、中旬に差し掛かってきてるんですけど、この動画を見てからおよそ1ヶ月ぐらい、割と直近で起きてくる出来事として、リーディングの方を受け取っていただければいいかなと思います。はい、では見ていきます。はい、じゃん。絵柄がね、タロットカードってちょっと怖いんですけど、全然大したことないので大丈夫です。安心してね、最後まで見ていただければと思います。はい、じゃじゃん、エンペラー、皇帝。あ、なんかすごい力強いですね。はい、あ、いいですね。カップのキング、あんまり出てこないカードですよね。はい、じゃん。役割分担、役割分担のカードかな。はい、夏の月。まあ、素敵ですね。まさにね、この季節にぴったりのカード、ね、涼しげなカードですよね。はい、日本の神様カード見ていきます。じゃん。あ、蔵岡の神と高岡の神様ですね。こちらは山とか川とか水の神様でいらっしゃいます。後ほどね、詳しくお伝えしていきたいと思います。はい、じゃん。あ、いいですね、喜び。しかもこれは大きな喜びっていう意味があるカードなので、すごく明るい前向きなカードですね。はい、なんかこれもすごくなんかおめでたい感じがしますよね。なんか結婚式みたいな、ね、祝福門出っていうのを感じるなんかカードだなと思います。ラブイズアサンバーム、光、愛の光、照らされている。はい、素敵です。プレイヤーパート、これもね、こちらのカードと実は同じようなカードなんですね。意味合いとしてはそれぞれの役割だったりとか、使命とかそういったことをね、意味しています。はい、じゃん。あ、かわいいフィールザファン、なんかね、指揮者なのかな。すごくなんて言うんだろう、平和な世界というか、朗らかでのんびりとしたなんかかわいいカードが出てきてくれましたね。はい、はい、じゃん。あ、嬉しい、開花、開花です。はい、花が咲きます。はい、最後。お、すごいインスピレーション、まさにね、この夏至からの流れにぴったりのカードなんじゃないかなと思います。太陽がね、昇ってきてますしね。なんかこう切り替わっていくのかなって思いますね。今回始まる、なんか切り替わっていく、なんかそんな流れにあるのかなって思います。ではちょっと一度全体見させてください。ですね、すごく実は今すごくいい、運気の流れに入ってきています。そう、実はすごくいい風が吹いてきているんですね、今がどんな状況だったとしても。で、なんかね、こう例えると、夏の夕立の後の青空みたいな、すごくこう爽やかな風というか、すっきりするというか、なんかそういう清涼感みたいなものもすごく感じられるので、多分今月っていうのはきっとね、切り替わっていく時期なんだと思います。そう、あなたのその内面的な感情の中で確実に何かが変わってくる、切り替わってくる時期なんですね。で、この、ラブイズサンバーブのこうちょっとね、結婚式みたいな祝福門出のカードも出てきてくださってますし、このインスピレーションのカードも日が昇ってきてますので、新しい物語、新しい始まり、新しいクラス、学年、
環境に今切り替わっていくのが今この7月っていうこの時期に今入ってきているそうなんです。なのでいろんな意味でそのね環境が変わってくると思いますよ。まあ、それは目に見える方もそうですし目に見えない方もそうですね。まあ、守護霊様とかも まあ、あなたが次の段階に入っていくことに準じてこう入れ替わっていくんですね。今そういう入れ替わりの時期だったりとか、まあ、要するにクラスが変わっていくのであなたを取り囲む人間関係だったりとか環境もここから変わっていきます。そう、割と何て言うのかな、今までとは違うパターンの人たちとの出会いっていうのが待ってるんじゃないかなって思います。でね、なんかね、とっておきのサプライズギフトがあるよっておっしゃってくれています。何か天から準備されているとっておきのね、まだ秘密なんだけれどもサプライズギフトが準備されているので、ぜひね、楽しみにワクワクしながら待っていてくださいねって、その時が時期にもう近々訪れてきますのでって、何かあなたにギフトとして用意されているものがあるそうです。結構今そういう祝福みたいなこうちょっとおめでたい感じが水面下ではもうすでに始まっているのかなと思います。すごくね、なんかブルー系が強いので、こうなんか青系が強いなっていうのがすごく感じるので、本当にこう清涼感というか爽やかな気持ちというか涼やかすっきりとした気持ちで何かね、あなたが進んでいくことができるんじゃないかなって思います。何かにけりがつくとか、今までちょっと気になっていたことの答えがはっきりしてくるとか、なんかそういうことも今月っていうのは感じていける月なんじゃないかなって思います。でね、すごく思うのは、たくさん人が書かれてるんですよね。そう、これも一人じゃなくて4人だし、ね、あなたの後についてきてくれてたりだとか、このスズメのカードもスズメってこう団体でこう行動するじゃないですか。そうっていうのもあって、何かね、誰かと何かを分かち合うっていう喜びだったりとか、一人ではなくってあなたを囲むどなたか周囲の方とだからこそ成し遂げていける喜びだったりっていうのをより一層なんか感じていける、分かち合っていけるっていう、なんかすごい大きなねテーマっていうのが今月から始まってくるのかなと思います。誰かと分かち合う喜び、奏で合う喜び、本当の調和。なので人と人とのコミュニケーションの中ですごく、あ、自分ってすごくたくさんの人に支えてもらってきたんだなとか、愛されてきたんだなとか、またはあなた自身も、あ、やっぱり大好きだなって思う瞬間っていうのが訪れてきたりだとかする。あ、このメンバーでよかったなとか、この家族でよかったなとか、あ、この方と出会えたからこそなんか今の人生というか私があるんだなっていうことをなんかしみじみとなんか実感していけるような出来事っていうのも今月っていうのは起きてくるそうです。人と人との触れ合いの中でそういったこう温かさっていうものを感じていける月なんじゃないかなと思います。そして門出ですよね。門出に来られてるんですよね今。そう、切り替わっていくんですよ多分ここから。そうだから今っていうのは何だろう、切り替わっていくその直前に立たれている感じがするので、感情の揺れとか波っていうのは結構普段よりもちょっとね激しいかもしれません。そうで、このまあ割と直近で起きてくることの流れとして見ていくんですけど、今がどんな状況だったとしても、
全然それは心配することはありません。大丈夫です。なぜならあなたの方が強いからです。うん、土台もあるし全部持ってますから。で、運も味方につけてるあなたっていうのは怖いものがないんですよ。そう、怖いものがないんです。なので大丈夫です。で、これちょっとねちょっと絵柄がね怖いカードなんですけど、まあ、例えばですよ、例えばまあそうだな、まあ、分かりやすく言うとですけど、まあ、大手の企業があるとするじゃないですか。大手の会社ですね。で、あなたが経営してるのが、子会社、小さな会社だとしますよね。で、その契約の中でこの大手の会社とあなたの会社が何かこう契約を結んでいたとするじゃないですか。例えば。で、結んでもうそれが決定したことだったはずなのに、このあなた側の事情ではなくって、完全にこの大手の方の会社の事情でその契約はやっぱり取りやめですって白紙に戻されちゃった、なしになっちゃったみたいな事態が、まあ、起きてきたとしますよね。で、そうなったら、まあ、あなた側のその、まあ、会社からすると、どうやってこれから顧客を獲得していけばいいんだろうとか、どうやって利益を出していけばいいんだろうっていうふうに、なんかもう、むしろもうここまでかみたいな、一巻の終わりだみたいな感覚になっちゃうかもしれないんですけど、全然そんなことなくって、あなたの方が持ってるものたくさんありますから、動じることもなければ焦ることもありません。うん、なので大丈夫です。そう、むしろそれはきっかけに過ぎないというか、むしろそうなってくれてありがとうっていう感じですよ。そう、だからこそのこの新しい道、扉っていうのが、まあ、開いていかれると思うので、むしろそうなってくれたことにありがとうですよ。そう、だから何にも本当は、傷つく必要っていうのがないですね。無傷ですね、むしろ無傷。うん、なんか雨降って地固まるじゃないけれども、まあ災い転じて福となすっていう言葉があるように、それはきっかけに過ぎないっていうことです。なので今どんな状況だったとしても、どんなことが起きてきたとしても、それはあなたにプラスに転じていくからこそ起きた出来事なので、案ずることはないんですよって、そうっていうメッセージが伝えられております。で、なんで、まあ、なんでこういう結果になっちゃったのかっていうことなんですけれども、それは、必ずそこに原因っていうのがあって、何かに気づくためなんですね。あなたもしくは周囲の方が、そうに起きていたことなんですよ。で、こっちで役割分担のカードが出てきてくださっているので、多分何かがずれてたわけなんですよ、あなたとそのお相手の中で、もしくはあなた側とそのお相手の、まあ、お客様だったり会社だったりとか、まあ、見てる人によって起きてくる出来事って違うので、まあ、それぞれかなと思うんですけれども、何かがずれてたわけなんですよ。で、その何かっていうのは、例えばあなたの方がすごく能力が高くって、あなたがやった方がむしろ早く進むようなお仕事だったりとか、もっともっとセンスよくこなせることがあったとするじゃないですか。でもそれをあえてどなたかに、まあ、任せてしまっていたりだとか、もしくは逆に本来あなたがやるべきではないことをあなたが担ってしまっていたりとかすると、本来進むべきことが、まあ、進まなくなるわけですよね。そう、配置がずれているので。なのでこうなったことであなたも気づけたし、周りの方も気づけたし、それはとても意味があったことなので、結果的にどうこうっていうよりかは、そのあなたにとっても皆さんにとってもすごくプラスになった、気づきになった出来事であるんですよっていうことが伝えられております。そう、ね、例えば、ね、小学校のさ理科の自由研究とかも、なんかいろいろ得意不得意がその子その子にあるじゃないですか。
ね、なんか人前に出てなんか物怖じせず大きな声で発表ができる子だったりとか、またはこう資料をこうまとめて文字にして書くのが得意な子だったりとか、絵を描いたりとか図形にすることが得意な子だったりとか、またはこう地道に一日一日こう観察をしていくことがすごく好きな子だったりとか、やっぱ得意不得意っていろいろで、その配置がこうねちょっとずれて間違っちゃってると、本来もっと早く進むはずのことがなぜか進まなかったりとか、出来上がってみたらあれなんだこれみたいな感じになっちゃったりとかするじゃないですか。なんかそんな風にそれぞれがそれぞれの役割っていうことをちゃんと把握していくために、何かねそのことっていうのは起きてくるみたいです。うん、っていうことがすごくね伝えられています。で、すごくねあなた自身っていうのは抜群の心の安定感っていうのを実は持ってます。持ってるんですね。でもキングと皇帝ですから、しっかりとした土台もありますし、揺らぐことはありませんし、この土台が崩れることっていうのもないので、本当にあなたはもう大丈夫です。安心です。安心、何が起きたとしても安心です。うん。で、7月後半になってくるとすごくなんかね心もね満たされてくるみたいです。うん。ちゃんと、あ、もうこれで良かったのねっていう風に、自信みたいなものもついてくるし、確信みたいなものもちゃんと出てくるよっていうことが伝えられています。はい。で、こちらも見ていきますね。夏の月、うん、ね、色味がねどちらも藍色ですね。この倉岡の神様と高岡の神様なんですけど、これはね山の神様だったりとか、あとは川の神様だったりするんですね。で、川の神様とか山っていうと、まあ、例えば皆さん雨乞いとかね、そういった印象があるかなと思うんですけれども、この、倉岡の神様と高岡の神様に関しては雨乞いとは真逆ですね。雨が止みますようにっていう、そういったことをお祈りされている神様なんですね。で、雨が降って、その降った雨ってこう山にこう沈殿されて、でいずれ谷になって川になって海に流れるじゃないですか。木にその川とか山っていうのはその自然現象の一つとして、私たち人にとってはすごくこう脅威的なものだったりとかもするじゃないですか。うん、洪水だったりとか、まあ、川が氾濫してしまったりとか、まあ、そういった自然現象の中にも必ず受けて行ける恩恵っていうのはそこに必ずあるんですけれども、そういったことを表しているこの日中の神様でもあります。なのでちょっとこの、闇っていう字が見えますかね、書かれているのもだからなんですよね。自然のこの荒ぶる神というか、そういったこう、まあ、時に自然は人の脅威であるっていう、そういったことからこの闇っていう字が使われていたりとかもします。うん。で、まあこれどういうことかっていうと、オラクルカードではこの水とか川とか海っていうのは全て感情を意味するんですね。で、言ってみれば氾濫源みたいな感じなんですよ、その今っていうのは。雨が降って川の水がブワーッとこう溢れて、で川の水が溢れると普段はこう乾いている乾燥地帯ですよね、乾燥した土も、水が流れ込んできて、まあ、水辺になるじゃないですか。で、まあ、その水辺ってやっぱりいろんなものがごちゃ混ぜに混ざってるわけですよね、まあ、土砂とか砂とか、なんかそういうものがごちゃ混ぜに混ざってるから、透明なこう綺麗なね川の水ではないんだけれども、でもいずれその土砂とかその流れ込んだその川の水が、引いて、そのごちゃ混ぜになったその栄養豊かなその氾濫源の水っていうのが土に沈殿してどんどん吸収されていった時っていうのは、すごくその土壌自体が豊かな
土壌になるんだそうです。なので結果的にその氾濫した氾濫源のこの土地っていうのはすごく土壌が豊かになって、まあ、微生物だったりとか、まあ、植物だったりとか鳥さんだったりとかすごく植物や動物が育っていくための豊かな土地になっていくんだそうです。そう、そんな風に一旦今感情が溢れてくる、で溢れてきた時っていうのはやっぱりちょっとこういつもと違う感覚だったりとか感情っていうのが見えてくるので、ちょっと不快だったりとか苦しかったりとか不安だったりとかもするけれども、いずれこの川の水が引いていくように日に日に時間が経っていけばちゃんとその感情の波っていうのは収まってきます。で収まった時になぜだかあなた自身も理由がわからないけれどもすごく以前よりもすっきりとした豊かで心地よい状態っていう自分に生まれ変わっていくことができるんですね。で今その門出を迎えていかれる前のなんか準備みたいな段階に入ってきているので、そういう感情の波がちょっとこうあなたの中で揺さぶられる時っていうのはあると思うんですけれども、その今感じているちょっと不快な感情とか感覚とかその闇の部分っていうのがいずれこう消化していった時にはあなたにとってのすごくこう栄養というか肥やしというか需要になっていってくれるものたちでもあるので、その感情たちがあなたのその土に染み込んでいった時に今度は綺麗な花を育てていく養分に栄養になっていってくれるわけなんですね。だから本当はなんかこの夏の月のカードのこの星がね一個一個がなんか光の粒になんか今回見えてるんですけど、本当はその一つ一つの経験してきたことっていうのはちゃんと全てがいずれこのお星様のように輝きにちゃんと変わっていくものなんだそうです。うん、なのでどちらかというと、まあ、今っていうのはちょっと静かな時間っていうのを過ごされてみるといいですね。誰かと会うとかっていうよりかは一人で出かける時間だったりとか、なんかそういう時間を大切にされていくといいかもしれません。なんかこう別にその趣味に没頭するとかじゃなくても、ただただこう本当にこう夜外に出てお月様を眺めてぼーっとしてる時間だったりとか、意外とそういう時間の中に結構その気づきだったりとか自分の内神様からのメッセージって届いてくるものだったりとかするので、そういうこう陰の時間ですねっていうのを大切に今されてみるとすごくあの心も落ち着いてくるし気持ちの中で整理もついてくるのかなって思います。ぜひあの夜ねあのお月様を眺めてみるとかあの夜空の星を眺めてみるっていうのもすごくねおすすめですね今。うん、だからちょっと今はなんかこういつもと違う自分の中にあるのかもしれませんね。うん、なんか気分が乗らないなとか、そう。でもそれっていうのもちゃんと訳があって、こういったこう光、門出を迎えていくための今大きななんかこうなんていうのかな、浄化というかそういうこう時期に入ってきているのかなと思います。全くこれはそう気にすることはないですね。そうそうそう、大丈夫だよっていうことが伝えられております。で今月すごく大切なこととして自分から行動を起こしていくっていうのが結構大切になってくる月でもあるので、あなたが自分から行動を起こしていくことであのお仲間が集まってきてくれるんじゃないかなってすごく思います。うん、人と人とのご縁に恵まれていく、その人の中でこそ何かあなたの力を発揮していくことができる、人の中にいてこそ輝くみたいな、なんかそういうね印象もすごくあるので、であなた自身もすごく自由に
楽しんで歩いて行かれているような気がするので、その周りの方っていうのもだからすごく心地いいんですよね。なんかあなたの前だったらすごく自然体でいられるなとか、なんか明るい気持ちになれるなとか、優しい気持ちになれるなとか、なんかすごく調和の取れた世界の中で、ここからっていうのはあなたの才能だったりとか役割っていうのを発揮していくことができるそうです、うん、なんかそういう嬉しいね、切り替わりというかっていうのが今月まさに起きてくるよっていうことが伝えられています。もう少しのね、辛抱だからねって、大丈夫だからねって、ちゃんと水が引いていくように心の波もね、ちゃんと静まっていくので安心していてねっていうことが伝えられています。うん、でちょっとこれすごく感じるのは、あなた自身が持っているその霊覚、直感力、霊的視覚だったりとか、高次元とつながる力だったりとか、そういうスピリチュアルなこう感覚っていうのがさらにここから高まっていくそうです。だからよりメッセージをこうダイレクトにキャッチできるようになってくるだとか、ちゃんと自分でも分かるようになってくる、うん、そうです。それだけあなたの中のその慈愛の心だったりとか、許しの心だったりとか、そういうこう自尊心みたいなものが、さらにこう育まれていくからこそ、ここからまたよりもう一段階こうあなたのその霊的感覚っていうのもレベルアップしていくのかなっていうことを今回感じられました、うん、なのでね、あなたが本当に、あ、なんか楽しいって、これやってるとなんか幸せとか夢中になれるとか、なんかそういうあなたがこう持ってるその天賦の才ですよね、もともと持っているその才能を生かして、またその新しいね、お仲間と共に何かここからの、夢道っていうのを歩んでいくことができるのかなと思います、うん、今何かねご挨拶に上がってるそうですよ。なんかこう、これはすごい霊的な感覚なのであれなんですけど、あなたを守護しているその守護霊様同士っていうのも結構いろいろこう入れ替わりがあって、よろしくお願いしますということでご挨拶に今こう上がっている時なんだそうです、うん、なのでメッセージがあなたにも届いてくるんじゃないかなと思います、うん、これからねよろしくお願いしますねって、それだけねあなたがここまで成長されてこられて、今もう太陽が昇って来ているように、もう新しい世界の入り口に立っている、もう、もう向こう岸に渡っていくっていう感覚ですね。今いる場所を離れてもう向こうの世界に仲間入りしていくというか、なんかそんなこう感覚があります、うん、切り替わっていきますよ今月、うん、なので一人の時間とか、ちょっとこう空を眺める時間だったりとか、なんかそういう時間を大切にされていかれながら、少しずつね気持ちがこう消化されていくのを、まあ、前半っていうのはこう待つというか、そう、そう全ての感情をこう愛から眺めてみるといいですよね。そう、愛で眺めてみる、うん、一つ一つの感情ってやっぱりこう生き物なんですよ。私たちのこの中にある感情っていうのは生き物で、やっぱりその生き物なので、何か一つの感情を、まあ、閉じ込めていたりだとか、見ないようにしてしまっていたりだとか、ちゃんとこう受け止めてもらえなかったりすると、やっぱり感情もすごく悲しいし苦しいんですよ。なのでもう出てきた感情の全てっていうのは素直な気持ちとして、一旦はやっぱり受け止めてみる。でも中心は太陽で、あなたはもうあなたの世界の女神としてもうちゃんとこう同日に降臨しているので大丈夫です。そう、今はそういったこうなんかこう流れていく感情を見ていきながら、
なんか次の段階に進んでいくための準備が始まっているのかなと思います。何か本当に嬉しいサプライズもあるそうなので、それをねぜひ楽しみにされてみてください。はい、なのでラッキーカラーは水色ですね。そう、水色、そう、ちょっと水を感じられる色とか青とか、なんかそういったものを身につけてみたりとか着てみたりとかすると、より気持ちも涼やかに爽やかになるかもしれません。で、ラッキーの場所はパワースポットは川です。海じゃなくてやっぱり川がいいと思います。何かこう流れているものを見ていた方が結構心も落ち着くかなと思います。で、開花のカードが出てきているので、お家でできればこう根っこがある植物とかがいいんですけど、プランターとかでお花を1個でもいいので育ててみると、第一チャクラもすごく活性化されていきますのでいいかなと思います。うん、あとね、ラッキーフードはリンゴですそう、なんかね、なんかこのね、確かガイドブックにね書いてあったんですよね。リンゴ、高岡の神と倉岡の神様のそのラッキーフードはリンゴって確か書いてあったと思うので、リンゴとかもねちょっと食べてみるといいかもしれません。うん、はい、ありがとうございます。何かねピンときたところありましたら、そこだけでもメッセージ受け取っていただけたら嬉しいです。あなたのね楽しい調和の世界が始まっていきます。はい、そんな嬉しいメッセージが届いておりました。はい、そしてインスタグラムの方では空と夢つなぐをテーマに絵画を創作しています。アメーバブログ、ツイッターの方も配信しておりますので、そちらも興味がある方は合わせてお立ち寄りいただければ嬉しいです。で、前回も満月の夜のラジオっていう、ラジオ配信、音声配信をお届けしています。大した話はしてないんですけど、興味がある方はそちらも家事をしながらだったりとか暇つぶし感覚で、ご視聴なさってみてください。今日のねリーディングもそうなんですけど、7月って、数比で言うと5の月なので、5って思いっきりこう現実が変わっていったりとかすることを意味しているので、何かね変化変容が起きてくる、分かりやすく起きてくる月でもあるんじゃないかなって思います。すごくね変化していくって結構エネルギーを使うことでもあるので、本当にエネルギーを充電したりとか、こう静かな時間だったりとか、その都度こうリフレッシュをしながら、こう皆さん7月も一日一日頑張っていきましょう。はい、ありがとうございます。それではまたあなたのタイミングで空の声みそらのタロットへ遊びにいらしてください。お待ちしております。ありがとうございます。みそらでした。